今日も広島空港リムジンバスをご利用くださいましてありがとうございます。このバスは広島駅新幹線口行きリムジンバスでございます。広島駅新幹線口まではノンストップで運行いたします。お乗り間違いのございませんようお気をつけください。こんにちは、ゆゆこです。おはこんばんは、マリサだぜ。広島空港に到着したウプ主。案内放送を聞いてわかるように、広島駅に向かいます。今日、明日と広島を楽しむつもりだぜ。では、本日も、ゆっくりしていってね。遠くに広島の街が見えてきました。飛行場からちょっと遠かったな。市街地行くまで、山が多い感じだったし。明日は原爆資料館に行く予定ですが、主、山に囲まれてるのが原爆落とされた理由と、何か関係あるのかな、と一瞬思っちゃいました。実際、爆風と地形的な関連など考えてたようで、翌日の資料館の解説で分かったけどな。空港から1時間弱で広島駅に到着したぜ。駅前も再開発でしょうか、大規模な工事をしてました。まだ時間があるけど、どうする？ちょっと街を歩きながら広島美術館に行きましょう。はい、こちらが広島美術館です。チケットを購入して、中庭に出てくるようになってたな。また、この建物に入るんですよ。建物自体もおしゃれな感じでしたね。写真撮影が自由なのも良かったよな。あれ、美術館内で動画撮影もしちゃったのか？まあ、他にお客さんが誰もいないんで。そういえば、本当に数人しかいなかったからな。やっぱり、新型コロナの影響ですかね。おかげでのんびりと過ごすことができたけどな。展示ギャラリーはさすがに動画撮影する気になれなくて、デジカメ撮影でお楽しみください。ドラクロワの墓地のアラブ人です。印象派が登場する前の絵だよな。ドラクロワというと、主の中では、赤の使い方が上手くて印象に残るような気がします。この絵でも、馬の鞍などに赤色を上手く使ってるよな。お、これはルノワールだな。絵のタッチ、豊満な女性などルノワールの特徴がよく出てますね。タイトルはパリスの審判といって、ギリシャ神話を題材にしています。ギリシャ神話？はい。三人の女神の中から一番美しい女神に、トロイア国の王子パリスが黄金のリンゴをあげる場面です。この絵も一目見れば誰が描いたかわかるな。はい、ゴッホです。タイトルはドービニーの庭で、画家のドービニーの庭を描いてます。初夏、この絵を描いた後、2週間後にゴッホは亡くなりました。お、これはシャガールだな。浮遊感のあるファンタジー系って感じだな。マリサもよく知ってますね。川のほとりというシャガールの絵です。こちらはモディリアーニの男の肖像です。いやー、一目見て画家それぞれの特徴がよく出てるな。モディリアーニの彫刻もありましたよ。画家の二次元の特徴が本当に三次元でもよく出てる感じだな。そして、ドガ。ドガは絵では、バレエダンサーなど踊り子をモチーフにしてますが、彫刻も同じなんですね。彫刻もよく見ると面白かったよな。お客さんも少なくてのんびり見られました。少ないっていうより誰もいないじゃないか。まあ、5、6人ぐらいにはあったかな。それでも少ないな。こういう日本の屏風、日本画なども展示してましたし、思ってたより楽しかったな。そして、ちょっと歩いた後、美術館のカフェで一服です。このお菓子は何なんだ？カステラかな？いや、
正確に言うと、広島名物のバターケーキです。へえ、カステラとは違うんだ。50年以上前、広島の長崎堂でカステラを元に考えられたお菓子で、現在はいくつかの店で売られてる、広島オリジナルのお菓子のようですよ。素朴な感じで美味しかったですね。中庭を見ながら、まったりできたぜ。では、そろそろ出ましょうか。ちょうど、美術館前のリーガロイヤルホテル広島に泊まる予定ですが、まだ時間があるんで、広島城に寄ってみましょうか。それはいいアイデアだな。広島城の内堀の門まで来ました。また、どうかしたのか？ええ、お堀の上空で気になる鳥を見つけちゃって。あれ、低空飛翔してる鳥がいるぞ。はやぶさですよ。主普段の生活で見られない鳥なんで、ちょっと、びっくりしました。確かに、広島城は緑があって、敷地も広いけど、周りは高いビルばかりだぞ。そんなところによくいるな。市街地の周りは山々だから、冬は街中まで来るのかもしれませんね。城の敷地内に神社もあったな。広島護国神社ですね。広島東洋カープが必勝祈願で訪れる神社としても有名です。やっと広島城まで来たぜ。あれ、これは？残念、新型コロナのため、休館だそうです。中に入れるかなと思ったのに残念でしたね。扉も固く閉まっていたな。気を取り直して、写真を何枚か撮りましょう。屋根にハヤブサなと止まったら、移動が風景撮れそうだけどな。まあ、そうですね。それじゃあ、もうそろそろホテルに行きますか？うん、もうチェックインした方がいいな。歩いてすぐのリーガルロイヤルホテルに到着しました。ご覧の通り、高層ホテルだったぜ。チェックインを済ませました。体温測定はもちろん、だるくないかなど簡単な質問事項もあったかな。正直、詳しくは忘れちゃったんですけど、1824号室。確か、こちらの部屋ですよ。ひょっとして18階か？窓からの景色など期待していいのかな？さあ、どうでしょうね。これはツインルームの一人ユースカー。はい、そうですよ。部屋の広さは中級クラスですかね。山々も見えて、風景はなかなかいい感じですね。瀬戸内海も遠くに見えるぞ。ホテルの部屋で夕日を見ながら、ゆっくり休みました。では、今日はこの辺で失礼します。次回はディナーからですね。最後までご覧いただきありがとうございます。